見えてきた、あれがベスの家。いや、初だな。ワクドキします。ワクドキって何ですか？ワクワクとドキドキを合わせました。こちらご覧になりながら、はい、ぜひモデルをご見学してみてください。いってらっしゃい。侵入。はい。やばいよ、タロちゃん。わー、木の匂いはすごい匂い。これ引っ張れるってやばくない？え、ナンバーついてるってこと？ついてる。そこをなんとか絞り込んでください。はい。じゃ今の気持ち。今の感じで。それでは行きます。はい、せーの。おはようございます。おはようございます。斉藤です。斉藤だと思いますけれども。はい、斉藤なんです。今日は、うん、お買い物に旅立ちます。そうなんですね。久しぶりなんですけど、うん、秋島の秋島アウトドアビレッジ。はい、そうですね。よく行っております、うん、私の宝物部屋。はい、え、今日行っていいっていうことでね。そう、ありがたく許可をいただいたので、はい、行きたいと思います。はい、うん、まあなんですけど、はい、実はですね、うん、そのさ、アウトドアビレッジの隣、はい、うん、横にあのベスの家ってあるの知ってます？あ、ある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 。あるよね。あそこ有名ですもんね。うん、あそこに、うん、前々から行ってみたいねって言ってたの覚えてます？覚えてます。だって、はい、それこそ埼玉住んでる時も、うん、ベスの家って近くになんかあって、そうそう、川口ね。そう、うん、あんなとこ住みたいねって言ってて、うん、なんとなんと、はい、ご招待いただきました。すごい。ご連絡いただきまして、ぜひ見に来てくださいと。見てみたかったんですよ。ね。え、っていうか、だからって感じ、そしたら買い物。まあ、そうなんですけど。あ、そうなの？まあ、いいけど、買えれば。買えればって何ですか？こっちは買えれば痛い。見れればいいってことですよね。違う、買い物はね。買い物はっていうか、その、別に買うもの別に決まってないんでしょ？決まってないですよ。ね。でも、なんか買いたい時ありません？わかんないです。いいんですよ、安くても。うん。なんか買い物はしたい。なるほどね。そう。ということで、はい、とりあえず、行きたいと思います。イエーイ。はい。なんかさ、よく雑誌、やっぱりキャンプの雑誌とか、うん、いろいろ買うとベスの家のさ、紹介ページがあってさ、よく出るよね。そう、ハンモックがね、吊る下がってたり、吊る下がそういうなんかロッジみたいなお家とか、はい、それこそそれで憧れて今のお家の中身の雰囲気とかも、うん、そういう風にしたいなってベスの家のページを見て、うんうん、憧れというか。そうだね、うん、ご飯はどうします？ご飯は、まあさっきちょっと軽く食べたから、うん、朝ご飯、うん、ベスの家に先に行って見学させてもらって、うん、その後、アウトドアビレッジ隣だから、うん、そこになんかあったよね、ご飯食べれるとこ。あ、なんかね、モンベルの、うん、ハーベストテラスかなんか、モンベルレストランみたいな、そうがあって、そこを行ってみたいなと思ってて。なるほど、じゃあそこ空いてたら、うん、そこに行って、イエーイ、ちょっとお買い物して、イエーイ。別に買うのが買い物じゃないからね。わかるけど、私はもうね、チョコ1個でもいいから、あ、じゃあチョコ1個買いなよ。買って帰ることに満足感を得られるんですよ。うん、チョコ1個買いな。例えばなんで？うってなんで？例えばなの。じゃあ行きましょう。イエーイ。はい、それでは本日もよろしくお願いします。よろしく、どうぞ。はい、到着です。到着しました。鍵閉めたっけな。閉めたっけ、ま、行きましょう。行きましょう。見えてきた、あれがベスの家。いや、初だな。うん、ワクドキします。ワクドキって何ですか？ワクワクとドキドキを合わせました。到着しました。到着しました。ベス多摩店。ベス多摩店、はい、ログウェイ。ついに憧れのベスの家を体験させてもらいに来ました。はい、ね、はい、じゃあ早速行ってみましょうか。はい、書いてあります、受付あっち行って。あ、本当だ、うん、受付後にご見学ください。はい、受付。あ、ここ受付って書いてあるよ。うん、
中ですね。はい。こんにちは。こんにちは。デスキのご来場初めてでしょうか。はい。ありがとうございます。こちら、お気に入りいただいてもよろしいでしょうか。こちらの、案内図だけお渡しさせていただきます、はい、こちらのログウェイ多摩の、はい、町内の案内図になっておりますのでこちらご覧になりながら、はい、ぜひモデルご見学してみてください。あ、もうあとは自由に回っていいってことですか。はい、ありがとうございます。何棟あるんですか。こちら、ログハウスと言われるのが、はい、2棟とその他金の家、こちらとこちらになります。はい、で J ログとカントリーログがログハウスになって、はい、はい、これって要は移動ができるってことなんですか。自分で。そうです、そうです、牽引できます。あ、自分で牽引していいみたいな感じなんですかね、はい、すごい、すごい、道路行けちゃうっていう。あ、これめちゃくちゃいいじゃないですか。はい、これこそ、これこそだね。憧れでしたね。それかまあこっちもね、こっちは移動できないけど、うん、まあ、小屋ちっちゃいプレハブみたいな、そうですね、はい、ユーザーの方とかもあのベスの家を建てて、はい、庭に今ご建てられてたりとか。あ、なるほど、はい、ガーデニング用だったり趣味部屋用だったり。この辺めっちゃ気になるな、ね、どっから行きたいですか。じゃあ G ログですかね。 G ログ、この真ん中のログハウス。あ、確かに一番なんか大きそうな。そう、行きましょうよ。じゃあよし見て、すごい、カメ。これ帽子かぶってるよ、かわいい。もう見えとります。あそこに見えてるね、すごいね。大きいね、めっちゃ大きい。ここになんかテラスがあって、いらっしゃい、侵入、はい、わ、やばいよ太郎ちゃん。おお、すごい、すごい、やばい、うわ、木の匂いがすごい匂い。よいしょ、うん、あ、すげえ、木の匂いすごい、ね、うん、すごい。お邪魔します、お邪魔します。ちょっと荷物置かしてもらおう、玄関に。スリップどうぞ。え、玄関も木なんですか。こんな広い玄関、憧れ。すごい、すごいね。へえ、こんな感じなんですか。いえ、広、キッチン、やばいすごいな、すごい。え、なんかいろんな人呼びたくなっちゃうね。確かに、へえ、すごい。こういうキッチンなんだね。なんか川口の時のキッチンに似てるね。ここだけね、このぐらいしかなかったけどねすごい。だってこっからさ、ここでリビングがあってさ、うん、え、なんだろう、なんかうちもさ、リビングこんな感じのはずなのにものすごく広く感じる。すごいね、うん、確かに確かに。え、なんだろう、こんぐらいあるよね、下は。いや、まあそこがない感じですよね。ない感じか、うん、ここだけか。そうだね、そっか、やっぱここもう一個こう吹き抜けてると広いんだね、すごい。あ、へえ、ここも部屋なんだ、リビング。めっちゃいいじゃん、ここでテレビ見ててもキッチンと喋れる。あ、確かにすごい。なるほどね、すべてが木、ブラインドの。あ、で、ちょっとこう吹き抜けみたいになってて、上がね、うん、上、上行ってみたいな。あ、でっかっ、マキスト、でかい。こうやってちゃんとお掃除道具もこうやってやっとけばいいんだね。確かに、ダッチとか、うん、うちにしたい、うちほっぽってあるもんな2階、うわ、すごい。
照明がここにあって可愛い。わあ、なんか木がめちゃくちゃ自然感たっぷり。おお、すごい広っ。ベランダがある。すごいよね。すごい、ほんと一緒ですよ。ほんとだ。うちのコップと、あ、ここでも横になれる。こんなベランダすごいね。すごい、すごいね。ロフトもあったりして。あ、ほんとだ、すげえ。子供たちが楽しめる寝室です。おお、綺麗ですね。こっちも寝室。あ、子供部屋みたいな感じだ。ね、かわいい。このなんか2階にもリビングみたいなのがあるっていいよね。うん、ここのこの空間がね、すぐお部屋じゃないっていうのが。確かに。あんまりないよね。ここで酒飲めるわ。確かに。本当に人を呼びたくなっちゃう。全部木なんだね、本当に。あ、天窓が。そう、上も全部木。これは明るい。うん。すごいね。クローゼット。次がカントリーログ。はい、カントリーログです。はい。畑も。畑ある。畑がある。こちらです。はい、じゃあ中へ。おい。外観はこんな感じ。緑。カメもいるから気をつけてね。はい。あ、ここで脱げばいいのかな。お、なんだこれ。ここで脱いだ方がいいのかな。あ、これそこ全部土足でいいんだよ。これ土足、うん、じゃあこれでいいんだ。行っちゃって。お邪魔します。邪魔します。すごい。すごい、土間なんだよこれ。土間なんだ。うん、あ、タモちゃん、え、火がついてる。あ、めっちゃいい匂いするもん。すげー、薪ストーブ。なんかこちらだともうちょっとアウトドア寄りっていうか、なんか、確かにランタン置いてあったり、うん、DIY のスペースがお部屋の中にあったりして、これだったら、本当だ、なんか作るの好きな人は土足でね、このまま。そうだね、要はここ全部、そこまで玄関みたいな感じなんだね。なるほどね。あ、これはすごいわ。これちょっと憧れるね。うん、楽しい。うわ、あったか。めちゃめちゃあったかいじゃん。へえ。あ、いい匂い。いい匂いするよね。うん、新しいなんか靴で、うん。確かに。へえ。開けてていいね、リビングも、うん、そこも。ね。確かに。キャンプやる人はめっちゃ便利じゃん、この土間っていうか。だってさ、荷物、シェルコンとかトランクカゴとかも、うん、汚れてても、そう、ここに、うん、確かに、もうこの辺にドサドサって、そう、置いとけばいいのか。キャンプグッズが汚れてても、うん、一旦ここに置いてできる、うん、確かに。なるほどね、こういうなんか作ったり、汚れててもいい設定みたいなね。ありだね、うん、考えたことなかった。なんか左手には今動かせる。ああ、さっき気になったやつね。そう。これ引っ張れるってやばくない？これ走れるんだね。え、ナンバーついてるってこと？ついてる。すごい。へえ。すごいね。うん。へえ。あ、でもなんかトイレがあったりするわけじゃないよね。ないんだね、そりゃ。本当に。コンテナっぽいお部屋が、うん、まあ、なんか普段置いておくときには作業部屋とかできるね、うん、そしてこっちがなんかプレハブ的なさ、うん、あ、めちゃくちゃいい。ものづくりしたい人とかさ、うん、絶対嬉しいよね。いやー、いいね、これかっこいいな、うん、かっこいい。抜けれます、こっちに。
かのちゃん憧れなんじゃない？こういうの好きです。こういうアトリエみたいな自分用の。へえ、作業部屋だね。なるほど。庭に置いとくって感じ、うん、ちっちゃい。さっきのよりはちっちゃい、ね、うん、あ、いいじゃん、俺らならこんぐらいのサイズで。確かに。おー、引っ張るのも大変じゃないわ、これぐらいなら。すごいな、それでもでかいけどね。災害を考えるとこういう風に庭に1台あったらさ、うん、なんかこれは危なくないイメージが。そうね。もう1個補助的なお家があるみたいな。ここかっこいいじゃん、これなんかでかい。こちらほどほどの家。ほどほどなん、これで。ほどほどの家っていう、うん、まあ、ちょっとまた違う ログではないです。ああなるほどね、うん、気になります。お家です。あ、すげえ、テラスでかー。テラスでかー。うわー、すごくない？すごいよ。レトロモダン。あ、こうやってここに亀を置いとくことによって水を溜めれますね、雨を。確かに、確かに。なんかすごい水を溜めようって思ってて最近。お邪魔します。おお、綺麗。ここもめちゃくちゃ土足の場所が広い。ドマゾーン。ドマゾーンすごい。これワンちゃん嬉しいね。なんか散歩から帰ってきて、うん、ここで遊べる。確かに。で、あ、テラスまでつながってるやん。うん、この憧れてんのがああいう開放的な窓。外と中をつなぐ、うん、出れるでかい窓。確かにね。いいね。いいね。ここにも薪ストこうやってあって。うん。うわ、玄関これめっちゃいいじゃん、このドア。カノちゃんの好きそうな、はい、あ、書斎があるよ。書斎すげえ。ほら、うわ、かっこよ。大人渋い。大人渋いね。いつかそっち方面行きたいねって言ってんだよ。大人渋い系。へえ、すごい。ベルテーブル合いそうじゃん。合いそう。こんなとこで仕事したらなんか賢くなりそう。呼んで、ハルピンさん。あー、かわいい。こういう明かりも大好き。すごいね。うわー、やばい。お、すごい、なんかすごい。すごい。あ、こういう感じになってたんだ。多分、タロちゃんの言う通り、なんか2階にすぐこう、うん、リビングみたいになってるってちょっともう憧れちゃったかも。ね。確かにそうなんです。やっぱ上行ってちょっと廊下あったらいっぱい部屋に分かれててって感じじゃん。この空間がないし、もうこうやって見下ろせる、うん、っていうのもあんまりないし。ここにも部屋あるじゃん。へえ、寝室じゃん、うん、すげえ、すごい。あ、なるほどね、下見えるんだ。そうそう、怖い。そう、怖いよね。でも確かにね、下怖いんだけど、ただ広ってなる。お庭が、テラスが見える。あ、そこテラスなんだ。うん、うはー。あ、ほんとだ、外なんだね。あ、めちゃめちゃいい。これ2階もさ、天井高いしね。ほんとだね、畳みたいになってない？うん、天井が。ほんとだ、なんかすごい、すごい。次はですね、はい、ワンダーデバイス、ワンダーデバイスボイドって書いてあります。こういうさ、四角いお家もさ、やっぱ街中で見ると、あ、おしゃれだなってなるよね。窓が大きくない？大きい。お邪魔します。あ、ドアの感じも全然違う。おー、スタイリッシュな。お邪魔します。おお、また全然違う。お邪魔します。明るい。お、すげー、すごいね、やっぱこの玄関。広っ。玄関広っ。四角いからやっぱ広いじゃん。確かに。横にね、うん、スペースが広い。うわ、やっぱほら、天井めっちゃ高い。うん、明るいね。うん、窓がでかい。へえ。すごい。見て、土管で、テーブルが土管で支えられてる。ドラム缶ね。あ、ドラム缶。こんなところに、ここも DIY スペースみたいな。
感じだね、うん、なんかファミリーによくない？うん、あでもやっぱほんといいよ、ここにキャンプ道具全部置いとけるもん。うん、そのままね。うん、すごい、一回ここで、でこのまま靴も脱がずに、うん、仕事、こういう系の仕事とかだったらよくない？そう、ピンポンって来てすぐさ、出なきゃいけなくて仕事もしててみたいな、うん、確かに、すごい、憧れだわ。憧れだね。キッチン、すごい綺麗、広い、よいしょ、うん、木の匂いがすごい、やばい、パーッと開けてるんだ。確かに、あ、部屋っていう部屋はないんだね。ね、こうなんかシェアハウス的な。あ、確かに、2人暮らしとかあったらめちゃくちゃいいじゃん。めっちゃいい、そんな部屋いらないもんね、うん、来客もそんなないとかだと、うん、やっぱ子供たちにはもう広場だよね。確かに、すごい広、へえ、うちらだったら例えばテント立てれるね。うん、確かに ね、キャンプスペース作れちゃう。確かにテント建てれちゃうわ。うん、このぐらいだったら、ね、広い2階すごい。はい、最後こちらですな。はい、え、入り口どこなん？あれ？こっち？庭から侵入しようとしてました。あ、やっぱこっちだ。あ、ここ？うん、あ、ほんとだ、かわいいじゃんこれ。横から入り口、ワンダーデバイス、かわいい、邪魔します。わほー、お、なんかちっちゃめなんだね。ね、目の前のピアスだ。あ、いいじゃん。確かに2人とかだった、うん、うわ、洗面所がやばい、お、でかい、ホテル、ホテル、インロ、広いね、でも、うん、へえ、あれ、運転があるよ。ほんとだ、うわー、すごい、ガラガラって全部開くやつ、そう、あ、でもめちゃくちゃ広いよ、ね、あ、上にさ、ちゃんと部屋がね。このうちらがもうハマったこの2階のリビング、うん、2階リビングいいですね。いいですね、ありますね。おお、いい感じ、落ち着くわ。落ち着くね、うんうん、全5棟回ってみました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。最後の家でくつろいでおります。はい、え、これさ、うん、どれが一番良かったか指さします。住みたいのはどれか。いいよ、俺はもう決まっております。俺二択ですね。何二択って？二個あってどうしても選べない。あ、そうなの。人生を一度考え直したり老後のことを考え直さないとちょっと今は選べない。いや、そこをなんとか絞り込んでください。はい、じゃ今の気持ち、今の感じで、うん、はい、それではいきます。はい、せーの、これ、あー、なんか私はこれ、これか、これ。あ、そうなんですね。で、今はなの、うん、老後のことまで考えたこれ。なんで老後はそっち？なんかロブもすごくいいんだけど、うん、あの年を取っても本当にだよ、老後、うん、キャンプとかをキャンプ場に行って荷物を運んでとかせずに、うん、お家で庭にとかテラスにちょっと簡単なテントやキャンプ道具を持ち出して遊びたいだったらこのほどほどの家が良かったの。あ、なるほどね。でも今はアクティブに動いたりするからこのログ、うん、Gログ、外に出て、ああ家も楽しんでっていう感じにしたいなと思って、はい、でももうこれかこれ。なるほど、うん、まあでも似たような感じでしたね。そうですね、ああ結局そう、これがいいねって2人もテンション結構上がってた、うんうん、いやー、いい体験をしました。うん、本当に見終わりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ返しましょう。はい、ちょっとまたじゃあ受付に。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。楽しんでいただけましたか？住みたくなりました。ありがとうございます。でもこれがいいっていうのはちょっとずれたな。ずれたけど、でも
悩んだからね。ああ、大体一緒。そう。ありがとうございました。すごかったね。うん、すごかった。火の匂いがすごいいい匂いで。ありがとうございます。森にいるみたいな、ね、確かに、うん、ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。そしてお隣、はい、アウトドアビレッジ森パークです。はい、久しぶりですね。かなり久しぶりです。わ、すごい、平日誰もいね。見たい放題や。すごい、ちょうど紅葉がいい感じ。イチョウが見て、ラッキー色だよ。すごい、ここじゃね、これだよね。そうです、テラスです。はいはいはい。ちょっとお腹減ったね。お腹減った。え、うまそう。新カレーある、うまそう。やばいよ、いろいろあるね。ハンバーグとオムライスとカレーっていう、私にとって最大限に神的なメニューが揃ってあります。やばい。うわ、迷う、いっぱいあって。来た。来た。ハルピンはハンバーグ。ハンバーグ。焼きカレー。かわいい焼きカレー。めっちゃ美味しそうじゃん。両方ともスキレットに乗ってきた。モンベルの。かわいい。うまそう、これ。うまそう。いただきます。いただきます。うまそう。いや、絶対美味しいでしょ。一口交換ごっこしよう。いいよ。ふわふわなんですけど。え？お肉がふわふわなんだけど。あ、すごいじゃん、チーズの伸び具合。あ、熱いよ、絶対。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。めっちゃうまかった。なんか久しぶりにこういうところで食べた。はあ、満足じゃ。じゃあ帰るか。ああ、ちょ。私のおすすめのお店があるから。おすすめのお店って何？行こうじゃないか。すごい、もうなんかクリスマス仕様になっててさ、全部可愛いね。本当だ。どこですか？あ、もうちょっとだよ。紅葉とスキーテントがかわいい。ああ、久しぶりに来た気がする。あ、でもまあ、なんかあっちの方のさ、八花堂だっけ、うん、に入ってる方は何回か行ったの。八花堂に入ってる方って何？イオンだっけ、八花堂だっけ、どこ、橋本、アリオン。アリオンに A&F 端っこに入ってたよね。え、そうだっけ。え、アリオンにスノーピーク、うん、ロゴス、うん、ああ、あれは湘南ララポートじゃないですか。湘南ララポートだ、はい、やばいね、ポンコツだね。行ってらっしゃい。行きます。戻りました。はい、本日の購入品なんですけども、なんとスノーピークのお布団買いませんでした。もう買いそうで危なかった。はい、あの A&F 行って、うん、チャムス行って、うん、スノーピーク行ってってやったんだけど、うん、まあ、最終的にスノーピークのお布団がめっちゃ気に入ってしまって、ハルピンさんが。そう、あのワンコが結局、うん、メイリー抱っこすると漏れなく2個もついてくるの、うん、絶対一緒にいたいの。そうするとボアの時よりもさらに狭いわけ。そうね。そんで封筒型であったかいシュラフってないって思ってたのね、うん、マミーでしか、うん、
だけどお布団を見てたら店員さんが一番あったかいタイプのやつね、そう、うん、あのマイナスまでいけるやつ、うん、を見てたら実際入ってみていいですよって言ってくれて、うん、体感したら広いし、うん、あったかいしでこれはいいんじゃないかってなっちゃって、まあ、危なかったですね。まあ値段も結構しますんでね、買えなかったんですけど、買えなかったけど赤っていう可愛さもあったしめちゃくちゃやばいです。ダブルサイズがあったんだよね。そう、ワイド2人入れる、うん、2人入れるダブルサイズっていうのがあったんで、うん、うち結構今あのエアベッド使うことが多いから、うん、なんかああいう布団型もう掛け布団なんだよね、あれシュラフっていうより、そうそうそう、あこういう風に使えるんかと思って、それでさあったかいんだったらさ確かにいいなって思ったけど、2匹をねどっちかにってしないで済むじゃない、うん、と思ったんだよね、うん、その楽だなっていうか、そう1匹ずつね入ってくれないんだよね、うん、うちのワンコがっていう新たな悩みを抱えながら見てたから、うん、いやかけるだけじゃ寒いんじゃないと思ってたんだけど、うん、入ってみたらあまりのあったかさに確かに心が揺れ触れ動きまくった、揺れ触れ動いた楽しい考えみができたんで、うん、よかったです。そうですね、はい、ということで、はい、本日はあのお買い物でお休みの日ということで、ベスの家とアウトドアビレッジと、うん、あの散策しておりました。ご飯も美味しかったです。ご飯も美味しかった、モンベルのレストランね、うん、美味しかった、ハーベステラス、うん、ベスの家の情報はですね概要欄の方に、記載ありますので、ぜひぜひ気になった方はチェックしてみてください。めっちゃおしゃれな家いっぱいありましたので、うんうん、やばいですね。まあ自分たちもまたねいつ引っ越すかわからないんで、うん、いろいろこう見させてもらって、うん、参考にさせてもらいました。夢が膨らみました。他にもですねキャンプの動画もやっております、車中泊旅もやっております、田舎暮らしもやっておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もしといていただけたら嬉しいです。よろしくどうぞ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう、うん、はい、さよなら、斉藤でした。赤いお布団欲しいな赤いお布団